い、どうも、初にお目にかかります、地球上のすべての人として生きるものの嫌われ者、キモイマン37と申します。よろしくお願いいたします。というわけでして、今回ですね、お送りさせていただきますタイトルこちら、夢うつつリマスター体験版ということでして、今回ですね、動画の数的に言うと2本目ということで、今回は楽しくね、プレイの方させていただきたいなと思います。で、こちらですね、じゃあのノーマイクという形でもってね、プレイの方をさせていただきたいなと思っております。で、ですね、これはそうですね、一応前回の時にちょっと触れたと思うんですけど、ですね、こちらのシリーズではですね、これからですね、毎回の1本につき50分のね、再生時間のやつで動画をね、出していきたいなと思っております。で、自分がね、他に出しているシリーズ動画っていうのは、大体ね、1本、25分から30分くらいを目安に、毎回動画の方ね、出させていただいてるんですけれども、こちらに関してはね、それだとね、ちょっとテンポがね、あまりよろしい形にならないかなと思うので、もう2本一気に合わせてね、大体50分くらい、やっていければいいかなということで、50分という形でもってね、お送りさせていただきたいなと思います。なるべく50分という再生時間ちょっと長くなってしまうんでね、そこだけ、内蔵のご理解ご了承のほどよろしくお願いいたします。で、こちらですね、製品版が、今現在、5月の、30日、ごめんなさい。正確に言うと31日なんですけど、深夜、2月31日の深夜なんで、正確に言うと31日ではあるんですけどね、5月の、2019年5月30日。で、これの、製品版が2019年の、6月の13日に、発売されるということで、自分としてはできればね、それまでに、こちらの体験版ね、全部ラストまで、出させていっていただけたら嬉しいなと思っております。そのためのね、1本50分っていう形ではあるんですよね。やっぱ毎回25分だとね、ちょっと進みがね、あまりよろしくないので、一気に50分でいった方がいいかなということでね、2本出しても同じなんですけどね2本出しても足して50分なんて同じなんですけど、とりあえずね、こういった形で、やらせていただく方がこれに関してはいいかなということですね。はい。で、今回からですね、これは、今回からなんですけど、ちょっとね、このオートプレイ、これでね、ちょっとやっていきたいなと思います。前回ね、ずっとメッセージ送り、自分でボタン押してね、やってたんですけど、もうぶっちゃけちょっと、めんどくさいんで、オートプレイでね、やっていきたいなと思います。多分体験版なんで、そんなね、選択肢らしい選択肢もね、出てこないと思うんでね、オートプレイでやっていきたいなと思います。もしよろしければね、最後の最後までお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。ではまた後ほど、See you now. バイバイ。キスもした。お帰りなさいませ、お嬢さん。それはもういいです、メイドの存在意義が。メイドじゃないんでしょ、ナナさんは。
バイワン。触りません。あの、散歩終わりました。いやあ、お疲れ様。副社長もね。好きになれそう？この町、高円寺、虹の園ってちょっと気取ってるよね。英語で言うとレインボーガーデン、ボーリング場かっていうボーリング場かは分かりませんけど、ナナの趣味じゃないんすけどね。好きな人もいるみたい。さっちゃんとか大事なんだって。名前さっちゃん？社長、いるよ。 PD チームの人たちも戻ってる。お疲れ様だよ。朝からイベントだったんだよね。え、あ、そうですか。愛ちゃんとは別チームだからそんなに気にしなくていいと思うけど、挨拶くらいは。そうですね、しなきゃ。何はともあれ、社長んとこを顔出すがよいっす。あ、はい、ありがとうございます。愛ちゃん、それ私の名前って大吾ほのかさん。はい、ユリーカソフト社長、大吾ほのかです。それで愛ちゃん、私に用かしら。あ、はい、ご挨拶をと思いまして。あら、わざわざはい、あの、今日からお世話になります。大鳥愛です。よろしくお願いします。大きな鳥が羽ばたくように頑張ります。え、頑張ってね。聞きたいことがありそうね。どうぞ。心は、妹はどうして新山城を作ろうと思ったんでしょうか。まさかそれが聞きたいこととは思わなかったわ。そうですか。ええ、心ちゃんの有給休暇の理由を聞かれるかと思ってたから。う、まあそれも。ニエと魔女と世界の終わり。そう、私たちは
私のユリイカソフトではこれの新作を作っているわ。同人だから音声はなし。 BGM は1曲だけオリジナルで、あとはありもの。背景もフリー素材を加工しただけで、立ち絵の差分も少なくて。でも関係ないのよね。これプレイしているのよね、二人とも。はい、私は心から勧められてですけど。あ、すみません。いいのよ、それもさらっとなんでしょ。はい、すみません。心はゲームが好きでいろいろ遊んでたんですけど、私はそのどちらかというと苦手で。ゲーム音痴のデジタル音痴と。私よくゲーム会社で働くなんて。本を読むのが好きで、あと絵を描くんだそうね。はい、あ、いえ、絵は今は描いてなくて。これね、小さな文芸サークルの2人で作ってるの。私も裏方としてちょっと協力したし、絵は私のコネで手伝ってくれた子が描いてくれたけど。でも基本は2人。たった2人。そう、会社風に言うならディレクターとライター。今私たちが作ってるのはこのニエマジョの商業版、完全版というべきね。サブタイつけるかも決まってないけど。はい。そして心ちゃんはそのディレクターを務めてる。それも19歳にして。同業と話すとまあ無茶だって言われるわ。なぜ心ちゃんがそれをしているのか、簡単に言えば仕事だからよ。私が彼女に仕事として振って、それを彼女が受けた。それだけといえばそれだけ。それだけ。前任の D が逃げたりなんだりしなきゃ、さすがに19の子に任せるのは、この私でもためらったかも。だけどね、ココロちゃんは前任の D のサポートでよく働いてくれてて、他には考えられなかった。ああ、ちょっと違うわね。そうするのが面白そうと思った。私が、この会社は私の会社だからそれで十分なの。あとね、これは言ってなかったけど、私とココロちゃんとの出会いはもっと前で、
別のゲーム会社でバイトしてたわ。まだ高校1年ですごく頑張ってる子だった。もちろん雑用くらいしか任されてなかったわね。そして私が彼女をユリーカにスカウトして。そう、あなたに会いに行った時みたいにね。でもその頃まだニエマジョ完全版の話は動いてなかったわ。企画は他にもいくつかあったし。だからココロちゃんがニエマジョに関わってるのは偶然。それ以上の意味が彼女の中にあるのだとしても。それ以上の意味私に語る言葉はないわね。そうですか、ありがとうございます。有給の理由は引っ越し。あなたと同じ寮にいたくないんですって。お姉ちゃん避けられてるわね。でも引っ越しが済んだらすぐ戻ってくるわ。会えるのも先じゃない。それまで少しでも会社に慣れておくといいんじゃ。はい。うちの子の散歩はしてくれたのよね。あ、はい、バナコさんの。これまでココロちゃんがしてくれてたのよ、散歩。ココロが？そう、毎日こんなのゲーム開発に入ってないってぶーたれながらね。なんだか散歩はあなたの方が上手みたい。ずいぶん上機嫌だわ、うちの子。そうなんですか？全然。これからもよろしくね。あ、はい、頑張ります。あ、もしかして私散歩係として雇われたとか。さて、ではそうね、今日のところは、あとは…それっぽい仕事をもらえるのかな。お掃除してもらおうかしら。時と掃除？掃除ですか？あら、自分たちが働くオフィスの掃除も立派な仕事よ。はい、わかります。ああ、でもね、巣には触れなくていいわ。あれは恐竜の巣だから。気になる。ん？いえ、はい、それじゃあ、掃除します。やろ。ん？何？わからないことならナナに。
ほのかさんはなぜゲームを作るんですか？ゲームが嫌いだからかしらね。愛ちゃんと一緒？いえ、私は嫌いというわけでは。おかえりっす。長かったね。いろいろお話？あ、はい。社長、愛ちゃんには期待してるみたいだよね。そうでしょうか。知ってる？社長、業界じゃ猛獣使いとか錬金術師とか殺戮の女神とかいろいろ意味を持ってるやり手なんだって。最後のはどうなんでしょう。あの、私掃除します。ああ、そういうこと。オッケっす。じゃあ掃除道具は。そうだ、ナナのメイド服着る？気合入るよ。遠慮します。何着も持ってるのかな。謎といえば、この向こうに一体何が。恐竜の巣には近づいちゃいけない。お掃除、お掃除。いいのかな。お疲れっすね。働いた働いた。はい。ん？どうしたっす？ああ、いえ、私仕事してるのかなって。もちっす。そうでしょうか。仕事もいろいろあるっすよ。ただ我々は兵士っすから。兵士？そうっす。上官から命じられたことをこなすのが兵士の任務。例えば待機を命じられたらひたすら待つのが任務っす。それも仕事。上官に夜の相手を命じられたらそれもこなす。そんなウフフもお仕事っす。夜の相手って何の話ですか。
要するに、やるべきことをやったんすから、問題ないっすよ。本日のまとめ。ありがとうございます。じゃあ寂しくなったらいつでも来いよ、子猫ちゃん。すごいけど困る。はい、というわけでして、今回ですね、切り目さそうなので、この辺で終了させていただきたいなと思います。ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。そしてここまでお付き合いくださいましてお疲れ様でした。ありがとうございました。今回そうですね、夢つつりました、体験版第2回目ということでここまでお送りさせていただきました。そうですね、とにかくこちらのね、主人公がね、なかなかね、また可愛いなっていう感じなんですけど、今回はね、まだそうですね、馴染むっていう感じですよね。新しく入ってきた会社にちょっとね、馴染んで、まあどうのこうのっていうような内容なんで、劇的なね、お話の展開というのはまだ先になるかなと思うんですが、まあ体験版なのでね、終わりの方でね、またでかいでかい、こうなんていうんですかね、こうカタルシスがあったらいいななんてね、ちょっと思ってるんですけど、なかなかね、前回もちょっと触れたような気がするんですけどね、このパステル調のね、このカラーっていうか、その色彩設計と、この馴染みやすいね、このキャラクターデザインですね、すごくプレイしてて本当に癒されるなっていう感じですかね。まあ自分がね、他にやってるゲームだとね、結構アクションゲームが多くて、そういうゲームは結構殺伐としてるんでね、なかなか遊んでるとね、なんかゲヘーって感じになるんですけど、たまに合間合間にね、こういったゲームでね、まあ、変な言い方ガス抜きするとね、すごく癒されるなっていう。このゲームは本当にガス抜きにはね、もってこいの本当に癒しゲーかなと思ってるんで、体験版なんですけどね、まあ、気に入ったら製品版も来たいななんていうこともね、ちょっと考えてはいるんですが、いずれにせよまた次回以降のね、展開がどういうようになるか非常に楽しみだなと思います。はい。で、自分自身ね、これ以外にもシリーズ動画をいくつか出させていただいておりまして、あと不定期なんですが、ニコ生 YouTube、Twitch 等でブロードキャスト配信させていただいております。で、ブロードキャスト配信させていただくにせよ、今回みたいにね、動画アップさせていただくにせよ、必ず事前に自分でやらせていただいております。 Twitter 等でご報告、させていただいております。毎回動画説明欄ですね、自分でやらせていただいております。各種 SNS の URL をリンクっていう形でもって、貼らせていただいております。お気の方がも気になりましたので構いませんので、もしよろしければぜひそちらの方もチェックされてみてください。よろしくお願いします。で、今回ですね、奇跡的にもこちらの動画をね、ご視聴くださった方の中で、自分みたいなのもいいなと思っていただけたらだね、構いませんので、チャンネル登録、あとの動画の高評価等をぜひよろしくお願いいたします。というわけでして、今回少々世紀前の37がお送りさせていただきました。夢に包みました体験版、動画の数的に言うと2本目ですね、これで終了させていただきたいなと思います。改めまして、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。そしてここまでお付き合いくださいましてお疲れ様でした。ありがとうございました。また次回、あるいはウェブゼロの動画にて皆様にお会いできることをお楽しみに、今回この辺で失礼させていただきます。ありがとうございました。バイバイ。